今日ワードベンチ名古屋2015年3月勉強会ということで、私も結構久しぶりの参加なんですが、ちょっと宣伝を兼ねたセッションというか、企画をやらせていただくことになりました。どうぞよろしくお願いします。ちょっと前置きなしでいきなり本題に入ってしまうんですが、この度ですね、こちらの石原さんと2人で、ワードプレスデザイン講座という本をですね、10月ぐらいからちまちまと書きまして、2月27日に商栄社さんより出版しました。大きい本屋さんに、並んでいることも確認しましたので、皆さん見かけた際にちょっと目立つところにやっていただけるとはい、ちょっと無理に買ってくださいとは言わないですが、あったなと思っていただければ幸いです。ちなみに Kindle 版もあるらしいです。なんか出るって私も知らなかったです、はい、Amazon に出てるのを見て知った感じです、で今日はこの本を、買ってくださった方もそうじゃない方も含めて、ここの、本のごく一部を取り上げて、ワードプレスのテーマを作るワークショップを進めていきたいと思います。でまずこの本の想定ターゲットなんですけど、一応入門書ではあるんですが、結構その一番最初に初めてワードプレスを使う人向けよりかはちょっと難しいかなというふうには思っています。基本的には HTML とか CSS でウェブサイトを作ったことがある人をターゲットにしてます。でワードプレス自体を初めて触る人ではなくて、記事を書いたりとか、管理画面を使ったりとかっていうのはある程度前提知識がある人を対象にしているので、その辺の詳しい説明はあんまりしてません。であとこれはですね、ちょっと裏話的なことになるんですが、商栄社の担当の方にですね、最初に打ち合わせに伺った時に、趣味じゃなくてもうウェブ制作を職業としてやっていきたい人向けの本にしたいということを言われたので、その方向で書いております。で結構高度な内容も扱っていましてですね、ちょっと北陸のカエルの社長からですね、スパルタ本という名前を付けられた本になっております。で今日の進め方なんですけど、グループ分けはすでにホワイトボードに書いてあるんですが、前半の講義が終わったところで皆さん前にあるホワイトボードのチームに従って、席替えをしていただきます。でそこでチームで協力してワードプレスの制作を進めていただこうというふうになってます。で時間的にどこまで進めるかは分からないんですけど、今回の勉強会の内容に関係することしないことかかわらず、最後に質問タイムを30分ぐらいは設けたいなと思ってますので、いつもやってるアンカンファレンス的な感じでワイワイと進めていけたらいいなと思っています。ということで、まず私の方で前半、講義を担当させていただきます。まずワークショップを始める前に知っておいた方がいいだろうというようなことをですね、本に書いてあることなんですけど、その中から私が常日頃からこれはやった方がいいと思っていることをいくつか紹介していきたいと思います。でその後石原さんにバトンタッチしてワークショップの方を進めていきたいと思います。ではよろしくお願いします。でまず私の方で、今回皆様に訴えたいことはですね、2点であります。1つはテキストエディターの設定を整えようということと、デバッグモードを有効化しよう、この2つです。しまった、バツが出てしまった。まずですね、ちょっとアニメーションがうまく動かなかったんですけど、ワードプレスに限らずウェブ制作全般において、Windows とか Mac に最初から入ってる、メモ帳とか、テキストエディット
に関しては、使ってはいけないことになっています。普段使ってるよっていう人はいないですかね。使ってますか。やめた方がいいです。で、理由がちゃんとありまして、デフォルトで入ってる、メモ帳とかテキストエディターがダメな理由は、まず文字コードで、UTF-8 のボムなしというのを選ぶことができないということが一つと、あと設定が細かくできないので、例えば皆さんよく間違えるんですけど、スペースで全角スペースを半角と間違えて入れると、PHP だとエラーになるんですけど、それになかなか気づかないということが結構起こります。で、それの2点、まあ、他にもいろいろあるんですけど、まあ、これを解決するためにはやはりいろいろ設定が細かくできるテキストエディターを使っていただきたいと考えています。で、テキストエディターとは何かというところなんですけど、ここにまあまあ有名であろうテキストエディターをいくつか挙げていました。有料のもの、無料のもの、いろいろあるんですけど、まあ、テラパッド、サクラエディター、ひでまる、ノートパッド、プラプラあたりは、Windows の無償のエディターの有名なやつですね。 Mac だと MI とか、コーダとか、まあ、その辺が有名かなと思います。あと最近、まあ、ちょっと波に乗ってるのがサブライムテキストとか、あと個人的に最近気に入ってるのがブラケツっていう Adobe とかが出しやってるオープンソースのエディターなんですけど、まあ、この辺をお好みに合ったものを使っていただければいいかなと思います。別に Vim だろうが Emacs だろうが好きなものを使っていただいて結構です。で、今日とりあえず今日自分がお気に入りのエディターもないし何使ったらいいか分かんないっていう方は、Windows の方は、メリーというエディターをおすすめしたいと思います。これは無料ですぐダウンロードができて設定も簡単です。Mac の方はコットエディターというのがありますので、この本ではこの2つのテキストエディターを使って説明をしてますので、とりあえず今日どうしたらいいのっていう方はこの2つを後でダウンロードしてください。で、もうすでに普段から使い慣れたものがある方はそれで構いません。で、エディターの設定において私がすごく大事だと考えていることは、ふかし文字を表示させるということです。で、ふかし文字とは何ぞやということなんですけど、例えばスペースとかタブとか改行とか、まあ、などなど、まあ、文字としては存在するんだけど目に見えない文字のことをふかし文字と言います。で、例えばなんですけど、これ PHP ファイルです。で、この中に実は半角スペース、間違えて全角スペースが紛れています。なのでこのまま実行すると PHP エラーが出てくるんですが、さてどこに全角スペースが紛れているでしょう。っていうか分かんないですよね。で、これをエディターの設定を不可視文字を表示させることによって、こういう感じでここと四角いグレー の正方形が全角スペースのところに出るようになるので、で、半角スペースはちょっと見づらいんですけど、ちっちゃい中黒みたいなやつで出るので、半角スペースと全角スペースの間違いにこれで間違っミスタイプした時にすぐ気づける、こういう細かい表示設定というのがかなり大事になってきます。で、まあ、エディターごとにいろいろ設定方法が違うので、細かく個別にここの場で説明はしないんですが、各エディターのヘルプを見ていただくとか、まあ、Google でエディター名表示設定とかで検索していただくなりで調べてください。で、これはワードプレスに限ったことだけではなくて、 HTML とか CSS でも全角スペースはエラーの原因になりますので、この設定は必ずやっておいた方がいいです。ドリームイーバーとかにもそういう設定あるので必ず設定してください。で、不可視文字を表示できない
エディットは今すぐ捨ててください。これは個人の感想ですけど、絶対やめた方がいいです。で、不可視文字の表示は、まずウェブ制作をする者の心得というふうに私は考えています。で、今日のポイント2個目としては、ワードプレスコーディングするときにデバッグモードを有効化するというのがこれ2つ目です。で、デバッグモードとは何ぞやというところなんですけど、これ例えばヘッダー PHP ファイルで、本来半角スペースを入れないといけないところに、間違えて全角スペースがこれ入って状態です。ここですね、ここですね、ここに正方形が入っているので、全角スペースが紛れてます。で、このままテーマでブラウザ実行しますとこんな感じになりますね。はい、驚きの白さ。これは堀口さんのパクリですが、今日本人がいないので、多少滑ったのは堀口さんのせいにします。で、config.php というファイルがワードプレスの一番上の階層にあるんですが、そこを開いていただくと、ここにですね、define wp debug false と書いてあるところがあります。で、ここを、true に書き換えるだけで、デバッグモードが有効化になります。で、この状態でさっきの、全角スペースが入っちゃったページを実行すると、エラーメッセージが出るようになりまして、どこを間違えているのかっていうののヒントをくれるようになれます。これがあるのとないのとでかなりその制作のスピードとかストレスも変わってきますので、これは必ずやっておいた方がいいです。で、これだと、シンタックスエラーアンエクスペクティッド、全角スペースでここにあるよっていうふうに出てますので、自分の書いてるところのここに戻ってチェックすると、全角スペースになってるなというのがかなりすぐ気づけるんじゃないかなと思います。で、結構 PHP エラーいろんなのが出るんですけど、ググれば出てくることも多いです。ただよく出てくるのがこの辺の内容ですね。これ全部覚えてくださいということもないですし、その都度確認すればいいんですけど、割と多いのが、さっきみたいなスペースが紛れてるとか、コードとして正しくない文字が紛れてるっていうのと、あとこのあれですね、括弧の数が合わない、 if 文とか書いたときに、閉じる括弧が足りないとか、 if 書いたのにエンド if 書いてないとか、そういうこう、HTML と同じで頭のタグがあると後ろの閉じタグもあるものなんですけど、それがないときにエラーになったりするので、このあたりのエラーメッセージが出たときにわーと思わずに、冷静にちゃんと読むというところがかなり大事になってきます。大体この辺の PHP エラー文の意味がまとまってるページは結構探すとあるので、その辺ブックマークなんかしていただくといいんじゃないかなと思います。で、エラー文を見極めるというのも、これは制作者としてのたしなみだと思いますので、エラー文と仲良くなるということはかなり大事なんじゃないかなと思います。あと、エラー文が出てるとフォーラムとかで聞きやすいので、どういうエラー文が出たかっていうのは、都度チェックをしていくようにしましょう。間違えない人間はいないので、間違いをどう生かすかというところが上達のポイントだと思います。ということで、ここまでのまとめとして、テキストエディターの設定を、これはしっかり整えておきましょうということと、デバッグモードは必ず有効化しておきましょうというところです。で、デバッグモードに関して言うと、自分が作ってるテーマの間違いチェックだけじゃなくて、
配布されてるプラグインが古かったり、中の処理がちょっとあんまり良くない処理がしてあったりとかすると、まあ、エラーが出たりするので、それが使い続けていいプラグインとかテーマなのかっていうのをチェックする上でもデバッグモードは大事かなと思います。で、これから実際にワードプレスのテーマを作るにあたって、ここはまた後でワークショップする前に石原さんの方からも説明をしてくださると思うんですが、ポイントまた私の方から2点だけ挙げておきます。まずワードプレスのテーマに必要なファイルは何かというところを知っていただく必要があります。まあ、例えばですね、これ私が一番最初にワードプレス始めた時がそうだったんですけど、ちょうどワードプレスの 2.8 とか9が出るか出ないかぐらいの頃に私ワードプレス始めたんですけど、その頃のデフォルトテーマを見て、まあ、まず最初のっけ挫折をしましたね。こんな感じでテーマの中身ファイル めちゃくちゃあって、何が何だかよくが分からなかったと。でファイルの数も多いですし、まあ、なんかコンテントなんとかとか、当時だとアーカイブスなんちゃら PHP とアーカイブ PHP とかがあって、なんかよくわからないっていう感じでした。でもですね、実際ワードプレスを触るにあたって、こんなにファイル必要ないです。で自分で作るテーマもあんなにたくさん数作ったことないですね。本当に必要なのは2枚だけなので、インデックス PHP とスタイル CSS で、これだけあればワードプレスのテーマとしては認識されるので、必要があった時に増やせばいい。まずこの2つを作ればワードプレスのテーマができるというところがかなり重要なところになります。まあ、ファイルの数が減るだけでかなり精神的な敷居も下がりますし、すごい分かりやすくなりますので、自分で勉強でいろんなテーマ探しに行って配布したのを使ったりとかしてみることもあるかと思うんですけど、ファイルが多くて困った時もですね、まあ、立ち返ってインデックス PHP とスタイル CSS だけでいいんだと、まあ、それが分かっているとかなり気持ち的に楽になるんじゃないかなと思います。でこれ2枚あると外観テーマのここに出るようになるので、白紙のスタイル CSS と白紙とインデックス PHP でもここに出てきます。有効化ができるだけの素敵なテーマが出来上がるので、ぜひやってみてください。であとはこういったファイルを追加していくとワードプレステーマができるんですが、今日主に使うのは上の2つだけで、その下はちょっと時間がないのでそこまでいけないかなとは思うんですが、まあ、時間があれば少し触れるかもしれません。でもう一つ、結構ワードプレスを始めたばっかりの時に皆さん間違えるのが、ウェブサイトを作るとインデックス HTML がトップページっていうことが慣例としてなってるんですけど、ワードプレスにおいてはこれは、インデックス PHP はトップページ上のファイルではないというところがポイントになります。これ結構皆さん誤解されている方が最初いらっしゃるので、インデックス PHP は他に当てはまるファイルが何もなかったときに最後に適用されるファイルという認識が正しいので、ここは間違えないようにしてください。ちょっと今の段階だとあんまりピンとこないかもしれないんですけど、ワークショップやっていく中でこういうことかなっていうのが気づいていただければいいかなと思うので、まずトップページじゃないということだけは覚えておいてください。でじゃあ何なのかっていうところなんですけど、こういうファイル名で用意するとこの条件で適用されるっていうのが一応決まってまして、で、まあ、これは今日はここまで細かくはやらないんであんまりしっかりは触れないんですけど、
ファイルの適用順位がファイル名に応じて決まっています。でこれをワードプレスの用語で、テンプレート階層と呼びます。でこのテンプレート階層という言葉が結構、まあ、検索するときとかポイントになるので、まあ、言葉だけ覚えていっていただければ今日はいいかなと思います。多分今日はそんなにたくさんファイル作るだけの時間はないので、そこまでしっかり扱えないんじゃないかなと思うんですけど、とりあえず名前だけ聞いたなっていうのだけ覚えて帰ってくださいというところです。ちょっと早かったかな。でここからですね、今説明したところを元にワークショップを始めていきたいと思います。休憩まだ早いかな、いいですかね。じゃあ半分けとりあえず席替えをしていただいてもいいでしょうかね。じゃあください。で今25分なので半から私の方が乾いたんで、もういいじゃん、もうちょっと長くてもいいかなと思うんですけど、そっか、じゃあ2時半まで5分小休憩にしたいと思いますので、この間に席替えおよびなんか飲み物、買いたい人は飲み物買ったりとかをお願いします。はい、移動をお願いします。休憩の前後で配属を払ってください。アンケートを決めますので、どうにも行かなくなったとき助けてください。このアンケートが休憩はして、またウェブ上に Facebook で公開します。やっちゃったったっす。なんで？いや、なんとなくです。はい。メガネかけてさ。ああ、そうっすね。でも。ちょっとこれかけてみ、これ。そしたらめっちゃ柄悪く見える。これどうきついけど。
いやいやいや、いや全然嬉しくないです、それ絶対柄悪見えるよね。こんな優しい、ね、石川さんに見せてみ、こうでしょ、これとこうかけるの石川さんみたいな、どっちがいい、絶対こっちの柄悪見える。動画広いやろ、お茶買ってこい。マジですか。あ、下に、はい、できるダウンロードした、はい、状態で、あ、はい、ローカル環境は皆さんも準備、はい、
はい、それでは、静的 HTML ファイルからワードプレスをブログを作ってみようということで、実際にワークショップを始めていきたいと思います。グローグループ合同会社の石原隆と申します。よろしくお願いいたします。はい、でまあ、本については、先ほど K さん野村圭さんの方から説明あったんですけれども、まあ、本の内容としては、サンプルサイトをですね、その本の内容に沿って構築していって一つの、ワードプレスサイトを作るというところまでやっています。で今回はその中でも、ワードプレスのブログ一覧ですね、一覧と記事詳細ページとかが表示されるようになるまでを、集中して、ワークショップとしてやっていきます。見えますか。で、今回はそのホワイトボードに書いてある URL からダウンロードしていただいたサンプルデータを利用して、ブログを作成します。ワークショップとして行う内容は以下の通りですということで、皆さんのテーブルの上に本を1冊ずつ置いてあると思いますが、あ、マジですか。これこれですか。あ、てか、あ、これ西から持ってきたやつなんで、あ、こちらへ。はい、でまあ、基本的にはチャプター4のレッスン11、ワードプレステーマを認識させる。でチャプター4のレッスン12、テンプレートタグを使って情報を表示させる。でチャプター04のレッスン13、記事部分を表示させる。で最後に、時間的に余裕があれば、ちょっと飛んでですね、チャプター6のレッスン18の functions.php ファイルとはというところに、触れます。もし分からないことがあれば各班のリーダーさんに質問してください。できるだけやるなら皆さんでゴールできればなと思いますので、そうですね、まあ、最悪分からない場合はサンプルデータのですね、各レッスンフォルダの各レッスンフォルダにはアフターとビフォーっていうフォルダがあるんですが、そのアフターというフォルダー内にそのレッスンで実装した後のファイルが格納されていますので、そちらを確認するようにしてください。はい、ではまずワードプレステーマに認識させるということで、ここでは実際にその先ほど説明された最初構成のテーマですねっていうものを作ってみたいと思います。でその作ったテーマを管理画面から有効化して、テーマが有効になることを確認するっていうまでやります。で、まあ、ワードプレステーマの最小構成っていうことでちょっと昨日の深夜眠くなりながら本当作ってたんで雑なんですけど、だいたいこういうイメージです。こういうイメージって言ってもまあよく分かんないと思うんですけど、ちょっと見えますかね。どういうことかっていうと、まあ、下のあのファッショナブルな人たちがですね、テーマです。いろんな服を着てでなんかそれぞれのスタイルを作ってますね。で、ワードプレスっていうのはそれを着る人っていう風なイメージを持ってください。要はそのワードプレスにそういうテーマを入れ替えることで、簡単にそのスタイルを変更できるというようなイメージです。で次にですね、またちょっとこれもよく分かんないですけど、この人は2015っていう名前の人です。で、あの帽子ですね、帽子がヘッダー .php とか、あと上に上からかぶっているアウターですね、
がページ .php とか、ズボンはまあ footer.php とかですね。で他にもいろんなファイルが、2015のフォルダの中を見ると入っていると思いますが、そういうふうにして、まあ、着飾っています。逆にもう正直ワードプレスのテーマの最小構成としてはですね、シャツとパンツだけ着とけばもうこれでもワードプレス外歩いていけるんですね。でそのシャツがまあスタイル .php で、パンツがインデックス .php っていうような認識です。まあ、なんでもうちょっとインデックス .php がなかったらもう、歩けません外。でまあメインテンプレートファイルっていうのが、今紹介したインデックス .php ですね。でこれはもうどんなテーマでも絶対にほとんどあるかと思います。でインクルードファイルっていうのは、そのサイトの中で、一番上のヘッダーとかサイドバーとかフッターとか、各ページに共通した部分があるかと思いますが、そこを、まとめて、読み込むために、分けるというちょっと意味が分かんない説明になっちゃったんですけど、ようなファイルということです。でテーマ関数ファイルっていうのは、functions.php だったり、まあ、他にも、名称をつけてできるんですけれども、まあその独自のですね、関数を定義したり、そのワードプレスに対して、動きを変えるためのですねコードを書いたりっていうことを記述するファイルになります。では、実習ということで、やっていきます。でこの実習の内容はですね、112ページから、本の中に書いてあります。でまず、テーマフォルダの作成で、必要ファイルのコピーで、スタイル .css にテーマ用のコメントを記述、スクリーンショット画像を追加、そして最後にテーマを有効化というふうな流れで進めていきます。はい、では、皆さんもうすでに、ローカル環境を用意してあるかと思うんですけれども、WP コンテントスラッシュテーマスフォルダ内に大曽根カフェという名称でフォルダを作成してみてください。ここで何か分からないことある方はまあ大丈夫ですかね。あ、まだワードプレスがインストールできてないっていう方いらっしゃいますか。まあ、ザンプとマンプ使っていらっしゃる方は、それぞれのルートフォルダ内ザンプ htdocs でその中にワードプレスというフォルダが作ってあって、その中に WP コンテントテーマスっていうフォルダがあるかなと思います。
で、まあ、基本的にワードプレスをカスタマイズするときは自分専用のテーマを作ってカスタマイズしていったり、まあ、何かしらのテーマをコピーして作っていったり、まあ、他にもやり方があるんですけれども、まあ、大抵そういうふうな、カスタマイズの方法を取りますので、で次に、そうですね、必要ファイルのコピーということでサンプルファイルですね、ダウンロードしたサンプルファイルの中に、HTML っていうフォルダがあると思います。でその中に、ブログスラッシュインデックス .html というファイルとスタイルシートですね、スタイル .css というファイル、そして画像ファイル一式イメージズフォルダーというものがあると思うんですけれども、この、3つをまず先ほど作成した大曽根カフェというフォルダーの中にコピーしてください。ブログフォルダ、HTML、ブログフォルダ、インデックス .html と、で、そのコピーするときは、もう、ブログというフォルダは作らずに、そのまま、イメージズっていうフォルダと、インデックス .html っていうファイルと、スタイル .css っていうファイルが3つ並ぶように、テーマの中にコピーしてください。わかりました。はい、サンプルファイルの、HTML フォルダ内のブログ一覧ページファイル、ブログっていうフォルダのインデックス .html ですね、とスタイルシートファイル、スタイル .css と、イメージズフォルダ、この3つをテーマフォルダ内にコピーしてください。インデックスと HTML はブログフォルダの中のものなので、HTML フォルダ直下のインデックスと HTML ではないです。一応 本も112ページの丸2ですね、必要ファイルのコピーってとこに書いてあるんで、はい、で、コピーしたら、コピーしてきたそのインデックス .html っていうファイルをインデックス .php に、リネームしてください、まあ、名称を変更してください。見えません。インデックスと何？非常にちょっと早いです。あ、わかりました。コピーするのにインデックスと何だっけ？スタイル .css と、あとブログフォルダ。いえ、イメージズフォルダです。画像フォルダ。インデックス、はい。まずインデックスとスタイルと。ブログインデックス。はい。ブログの中入って。確かにそうですね。
まあ、このあら違う、HTML ホルダー、はい、あ、多分あの HTML 使えてダウンロードしてきたファイルの中身はこうなってますっていう説明をあのするの忘れたので、ああはい、そうですね。これで合ってますかね。違います、コンテンツとエクスポートは、はい、わかりました。はい、すいません。で、これが、ちょっとそうですね、これがその今回ダウンロードしていただいたサンプルデータです。はい、この3つがあると思います。で、各フォルダの説明としまして、チャプター04とチャプター06にはこれからやるそのサンプルサイトのファイルが格納されています。で、それぞれ、アフターというフォルダには、そのレッスンで実装した後の出来上がった、データがあります。そして、ビフォアというデータに、あ、フォルダには、その実装する前のファイルが、格納されています。そしてこの HTML というフォルダの中には、その実際にサイトを HTML でコーディングした状態のものが、格納されています。で、どういったサイトかというと、まあ、こういうふうな、オゾンカフェっていうですね、カフェのサイトなんですけれども、そのメニューの情報だとか、ブログ記事ですね、といったものを、発信するようなサイトになっています。で、本当はこの、トップページだですとか他の店舗案内のページもあったりするんですけれども、まあ、今回はその時間がないので、このブログ一覧ページをですね、ワークショップを通じて、構築しようということです。なので、そうですね、この HTML フォルダのブログフォルダの中の index.html というファイルと、この style.css というファイルと、あとこの画像一式が入っている images フォルダをコピーして、この先ほど作成したオゾンカフェというテーマフォルダの中にコピーします。なので、コピーした時点ではこういった構成になっているかなと思います。で、その後、コピーして
ってきた、index.html ですね、テーマ内にコピーしてきた index.html を、この拡張子を php にリネームします。ワードプレスは php で書かれているので、このテーマのですね、基本的なファイルもこの .php という拡張子で、作ってあげることで、動的にデータを呼び出したりっていうことが可能になります。どうでしょうか。ここでまだちょっとわからないという方はいらっしゃいますか。で、それでは次に進めたいと思います。次はですね、スタイル .css にテーマ用のコメントを記述します。ワードプレスのテーマファイルというのは、今まで触ったことある方はあのテーマの外観というページでいろんなテーマが並んでいる選択できるページがあるかと思いますが、そこにそのテーマの名前とか説明文って表示されてますよね。で、そういった説明文やタイトル、著者っていう情報をどこに書くのかというと、この style.css というファイルに、書きます。で、WordPress のテーマファイルでは style.css にテーマに関する情報を、CSS のコメントの形で形式で記述することになってます。で、まあ、こういうふうに、いろいろテーマ名だったりテーマのアドレスだったりテーマの作者名だったり、テーマの説明文紹介文だったり、いろんな情報を書けるんですが、そうですね、まず、style.css をテキストエディタで開いてみましょう。どうしましょう。はい。テーマネームだけでいいんじゃないですか。あ、そうですね。はい。で、開いてみたらですね、こういった感じで、ちょっと見えづらいかもしれないんですけれども、1行目にアットチャーセット、UTF-8 っていうふうにですね、あると思います。で、その下に、いろいろ CSS のコメントが並んでいますが、この1行目の後に、記述していきます。で、どういうふうに記述するかというと、
まず CSS のコメントを入力してください、スラッシュでアスタリスク2つで、スペース開けてアスタリスクスラッシュですね。ちょっとこういう感じで真ん中に、1つ改行を開けて挟むような形で書いてみてください。でその後、今回はちょっと時間がないので、テーマネームという、ものをものだけ指定します、テーマネームは、それぞれテーマとネームの頭文字を大文字で、THEME です。一つスペースを空けて、大文字で NAME とってください。その後、コロンを打ちます。まあ、そこにまあ何でも好きな名前でもいいんですけれども、今回サンプルサイトはオゾンカフェという名前なので、そういうふうにつけてみます。で記述が終わった方は、保存を押して、してください。では、次に進みたいと思いますが、よろしいでしょうか。はい。で、まあ、本当はですね、他にも、本の方ではいろんな記述を書いて、それを管理画面で確認していきます。が、まあ、テーマネームだけでも、反映されるので、今回はそのようにしています。そして次に、スクリーンショット画像を追加ということで、ワードプレスはですね、テーマフォルダの中にスクリーンショット .png という名前の画像を追加すると、テーマの、 外観のテーマを選択する画面で、見本画像として表示されます。なので、ここではですね、サンプルデータの HTML フォルダ内に用意したスクリーンショット .png を、
テーマフォルダ内にコピーしてください。はい、もう HTML フォルダ内にはこのスクリーンショット .png というファイルが用意されてますので、それを、先ほどしたテーマフォルダ内に、コピーします。はい、ではもう、コピーを終わった方から、実際にワードプレスの管理画面を開いてみてください。管理画面に、入って左サイドメニューの外観というメニューをクリックすると、こういったように、テーマが並んでいるかと思います。ですると、今作成したテーマですねもスクリーンショット .png がここに反映されて、このテーマ詳細をクリックすると、先ほどあのテーマネームに指定した値が、ここに表示されているかと思います。またスクリーンショットのスクリーンショット pngの形式ファイル形式はですね、他にも JPEG だったり GIF ファイルでも OK です。では、このテーマを実際に有効化してみましょう。下の方にですね、有効化っていうボタンが表示されているかと思うので、それをクリックします。まあ、この画面でも、ボタンは出ているのでどちらでも構いません。有効化を押すと、新しいテーマを有効化しましたということでメッセージが表示されます。はい、ここまでで何かわからない方は大丈夫ですかね。でまあ、この状態でテーマは一応有効化されたんですけれども、ですね、こういったような感じで、サイトのトップページをですね、管理画面ではなくサイトのトップページを開いてみると、スタイル .css、スタイルシートですとか画像のリンク先が切れていたりといった状態になっていますが、まあ、これで、現時点では正常な状態なので、OK です。この画面が表示されたら、大丈夫です。で、まあ、ここのポイントとしてテーマの最小構成のポイントとして、ワードプレスの最小構成っていうのは index.php と style.css の2つのファイルのみです。style.css にはテーマ情報を、コメント形式で記述します。先ほどの、 あのテーマネームといったところですね。で、スクリーンショット .png を追加するとテーマ選択画面に表示されるということが、ポイントです。では皆さんこの状態まで進みましたかね。大丈夫ですかね。もしまだ、できてない方は、先ほど の、 あのサンプルデータの中のチャプター04レッスン11の、
アフターというフォルダの中に、ここまでの作業したものが、入ってますので確認してみてください。はい、はい、では次のレッスンに早速移っていきたいと思います。次はですね、テンプレートタグでサイト情報を出力するということをやっていきます。今、実際にサイトのトップページを見たところ、スタイルシートですとか画像が、リンク切れしていたりして、正常に出力されていない状態なんですが、その状態をこのテンプレートタグというものを、インデックス .php ファイルに埋め込んでいって、実際に表示させるようにするまでをやっていきます。まあ、テンプレートタグって一体何なのかっていうと、そのサイトのサイトや投稿に関するさまざまなデータを、取得して表示したり、テーマ内で使用するために用意された関数をテンプレートタグと呼びます。で、まあ、2015ですとか24、まあ、他の初期デフォルト状態デフォルトで入っているテーマの中も見てみると分かるんですが、こういったようにですね、ちょっと見えにくいですが、至る所に、PHP、から始まる PHP の開始タグから始まる、ブログインフォですとか、あとですね、ゲットテンプレートディレクトリー URI とか WP ヘッドとかですね、いろんな、テンプレートタグが埋め込まれているかと思いますが、これを今からテーマ、今作成したテーマの中にも、埋め込んでいきます。まあ、でワードプレスでサイトを作るときには、そのワードプレスっていう、まあ、言ったらシステムですね、システムとそのテーマを連携させるためにこういったテンプレートタグを埋め込んで、いきます。では、もう早速なんですけれども実習に移っていきたいと思います。最初に、WP ヘッドと WP フッターというテンプレートタグを記述します。でまず、そうですね、先ほど作成したテーマホルダの中のインデックス .php ファイルを、エディターでテキストエディターで開いてみてください。でこの今から埋め込むですね、WP ヘッドと WP フッターというテンプレートタグは、ワードプレスの中でも、最も大切なテンプレートタグの、2つです。でこれらが一体どういったことをするかというと、その、まあ、ワードプレスはプラグインですとかいろんな、そうですね、プラグインを言うプラグインなどで拡張したりすることが特徴なんですけれども、そういったですね、プラグインからこのヘッドタグ内に、スタイルシートを読み込むための HTML タグを出力したり、また JavaScript を出力したりするために必要です。
では、早速インデックス .php に、記述していきたいと思います。ではまず最初に、この、はい、7行目に、リンクタグで、スタイル .css を読み込む記述がしてある行があると思いますが、そことこのヘッドタグの閉じタグですね、そこの間に、記述します。記述、そうですね、テンプレートタグを埋め込む際には、絶対その PHP の開始タグと PHP の終了タグというものを、記述しなければなりません。で、PHP の開始タグっていうのは、括弧はてな PHP です。そして、閉じタグがはてな、閉じ括弧です。で、この開始タグとこの閉じタグの間に記述する内容が、PHP として解釈されて、動作します。なのでここにその間違った記述や、そうですね、間違った記述をしてしまうと、先ほど K さんが説明されたようなエラーになってしまいます。ここに、WP アンダーバーヘッド HEAD そして、丸括弧ですねと記述して最後に、セミコロンを入力します。はい、大丈夫でしょうか。はい、そして次に、今度は WP アンダーバーフッターというテンプレートタグを記述します。 WP アンダーバーフッターというテンプレートタグは、このボディの閉じタグですね、のすぐ上に記述します。こちらも PHP の開始タグと閉じタグを記述して、ください。その間に、WP アンダーバーフッター FOOTER と入力して、丸括弧閉じセミコロンと入力します。はい、そうですね、でこの状態で1回サイトの表側を開くと、先ほどは表示されてなかったこのアドミンバーというものが表示されているかと思います。でソースを見てみると、
この WP ヘッドタグを記述したところと、WP フッターというテンプレートタグを、記述したところに、こういったようなそのワードプレスで必要な JavaScript だとか、HTML タグですとか、リンクタグが出力されていることが分かるかと思います。なのでこの2つを記述しないと、ワードプレスも正常に動きませんし、プラグインなどももちろん正常に動かないので、必ず最初に記述するようにしてください。そして、次にそのサイトの共通情報を出力するというところに進んでいきます。で今度はこの、index.php の中の、一番ファイルの冒頭ですね、に、language attribute views というタグと、ブログインフォというテンプレートタグを埋め込みます。でこちらも、この2行目ですね、 HTML の開始タグに、スペースを空けて、先ほどのあの PHP の開始タグを入力して、ラングアトリビュートちょっとスペルが難しいんですけれども、と入力した後、閉じタグですね、 PHP の。そして、その2行下のメタキャラセットにのプロパティの部分にまた、PHP の開始タグと閉じタグを入力して、今度は、ブログインフォそして、カッコ、でこのカッコの中に、次は引数というものを指定します。で引数は、このキャラセットですねを指定してください。はい。で記述した後は、忘れず保存をしてください。はい。でまあこの最後が閉じ PHP の閉じタグで終わる場合にはセミコロンは必要ないんですけれども、まあ念のため、入力するようにしてください。入力するような癖をつけるようにしてください。では次に進みたいと思います。大丈夫でしょうか。次はですね、ブログインフォテンプレートタグで、サイトの基本情報を出力します。
サイト名ですとかキャッチフレーズですとか、をテンプレートタグを使って呼び出していきます。で、まあ、先ほどはキャラセットというものを指定したのですが、他にも、ブログインフォタグは、いろんな引数を指定するパラメータを指定することができます。では実際に、記述していきましょう。ではまた index.php を開いていただいて、今度はフッターの部分ですね。この通り進んでいる方は202行目あたりからあるかと思います。フッター -logo というクラスの div の中です。にそこの中の p タグに、一杯に込める思い、保存カフェっていうふうな、このサイトの説明文ですね。実際のサイトで言うと、ここのフッターの部分ですね、いっぱいに込める思い、保存カフェというふうな記述があると思いますが、ここですね、ここに、ここを、ここの部分にブログインフォタグを埋め込んでいきます。また、PHP の開始タグと閉じタグを入力していただいて、ブログインフォで、丸括弧、丸括弧閉じ。で、シングルクォートの中に、デスクリプション。と入力してください。で次終わった方は次に、今度はフッターのコピーライト部分を変更します。コピーライト部分に保存カフェ、このサイトのタイトルがあるかと思いますが、こちらに、ブログインフォテンプレートタグを埋め込みます。この大曽根カフェを削除して、また PHP の開始タグと閉じタグ、そして、ブログインフォ丸括弧丸括弧閉じ、シングルクォート、次にここにはネームと指定します。で最後に保存してください。
どうでしょう。そして、そうですね。まあ、終わった方はちょっと試しに一回、トップページを開いていただいて、まだこの状態ですけれども、下の方に行けば、ここですね、まだあの管理画面から設定説明を何も変更されてない方は Just Another WordPress Site っていう風な、記述がされて表示されているかと思います。で一番はい、あもしトップページを開いて何か、エラーが表示されてコンテンツ文章とかが表示されてないという方は、何か記述に間違いがあるということなのでもう一度確かめてみてください。どうでしょうか。今は、まだ、スタイルシートも画像も適用されてないですけれども、この先ほど表示したフッター部分に、Just Another WordPress Site、設定を変更されてない方は、Just Another WordPress Site、もしその管理画面からサイトの説明文とか変更されている方は、その文章が表示されるかと思います。そして、最後の一番下のコピーライトの部分に、保存カフェというふうに表示されているかと思います。そうですね。ではちょっと一旦ここで休憩を取りたいと思います。40分かな、35分。あれちょっと進みます？そうっすね、あっちが多分。45分まで来て。はい。あ、はい。では、3時40分まで休憩。あ、45分。はい。あ、すいません。3時45分までちょっと休憩とさせていただきます。その間何か現在までで不明な点ありましたら遠慮なく質問していただければ。
Well, I mean, I can't go on that.
じゃあ、今日懇親会に行く人は手を挙げてください。しばらく待ってください。ではぼちぼち始めたいと思います。はい、では、ブログインフォテンプレートダグを、フッターの説明文とフッターのコピーライトに埋め込むとこまでやりましたので、次に進みたいと思います。次はですね、ボディクラス、ボディアンダーバークラスというテンプレートタグで、ページに合わせたクラスを出力というところを、行います。で、まあ、結構その職業柄、他の人が作ったテンプレートを見ることもあるんですけれども、こういうことを忘れ、していないところもあるので、ちょっと覚えておいてください。今度は、index.php のボディタグの、ボディタグの開始タグですね。ボディの開始タグに、テンプレートタグを埋め込みます。現状、クラスが、設定されていますけれども、ちょっとこれを一回削除して、PHP の開始タグと閉じタグを、また記述します。ボディとその PHP の開始タグの間にはスペースを、半角スペースを一つ空けるようにしてください。そして、PHP の開始タグと閉じタグの間に、ボディアンダーバークラスと入力してまた丸括弧閉じを入力します。大丈夫でしょうか。この記述をした後にまた保存して、実際にちょっと確認してみます。そしてソース部分を見てみると、こういうふうにボディタグに、クラスがですね出力されていることがわかるかと思います。でここには、そのワードプレスで開いているページによって、その自動的に、クラスが出力されたり、そのユーザーがログインしているときには、こういったアドミンハイフンバーとかですね、あとログドインとかっていう、クラスが追加されます。なので、CSS によってですね、そのページごとによって、そのスタイルシートをちょっと変更したいなとか、っていったときには、このボディクラスをですね、利用してカスタマイズすると、わざわざ PHP を記述して、いろんな、処理をすることなくですね、スタイルを調整することができます。
ここまでできましたかね。できてない方はいらっしゃいますか。はい、では、次に進みます。そして次がちょっと、作業的に、重いんですけれども、外部ファイルのパス、サイト内リンクを出力するというところの記述をします。現時点ではですね、その画像や CSS ファイルですとか、サイト内のそのページリンクですね、別ページへのリンクっていうものはすべて切れている状態です。で、これっていうのはもうそのインデックス .php に、相対パスで、記述されているためです。なので、この実際にですね、ワードプレステーマで使用する画像のパスを、テンプレートタグを使って出力させたり、そのリンクタグのリンクの、パスをワードプレスのテンプレートタグを使って出力させるということをしていきます。ではまず最初に、画像ファイルのパスを出力させるための記述をしていきましょう。で、使用中のワードプレスのテーマディレクトリまでのパスを出力するためには、get アンダーバーテンプレートアンダーバーディレクトリアンダーバー URI とちょっと長いんですけれども、このテンプレートタグを記述します。そして、そうですね、サンプルサイトでは、このヘッダー-ロゴ、まずこれからちょっとやってみたいと思います。インデックス .php をまたテキストエディターで開いていただいて、このヘッダー-ロゴというクラスのついた div の中に、この img タグがあるかと思いますが、イメージタグがあるかと思いますが、まあ、現在その相対パスで、記述されているので、もちろんトップページ開いたときもリンク切れている状態になっております。なのでここに、この点々っていう2つの字を消して、また PHP の開始タグと閉じタグを入力してください。はい、入力した後にですね、次にエコーという命令文を記述します。 ECHO ですね、まあ、ちょっと後で話します。その後に、半角スペースを空けて、ESC アンダーバーURL で、丸括弧丸括弧閉じをまず入力してください。とりあえず今は何も考えずに入力してください。はい、その後に、またこの今度は ESC アンダーバー URL の括弧の中に、get get アンダーバー t テンプレートですね、 template アンダーバー di ディレクトリー direcTOLI アンダーバー
URI、そして、カッコ、カッコ閉じ、丸カッコ、丸カッコ閉じを入力してください。ちょっと長いですが、頑張って入力してください。最終的にこの形になっているかと思います。イメージタグの、そうですね、サーク属性、SRC 属性の中に、この PHP のテンプレートタグを記述します。それぞれですね、ちょっと実際本の中では、その PHP に関する説明も、学んだ後にこういったテンプレートの記述をするんですが、今回は、そうではないので、ちょっと簡単に説明させていただきたいと思います。この最初に記述した、ECHO エコーという文字はですね、PHP の、制御構文とちょっと難しくなっちゃうんですけれども、要はこの get template directory URI というテンプレートタグで、その画像テーマの画像フォルダへのパスを取得してきます。でそれを出力しろっていう感じで命令する、制御構文です。このエコーですね。でさらに、ちょっとじゃあ ESC アンダーバー URL って一体なんだっていうことを思うかもしれないんですけれども、これはですね、そのこの、無害化処理っていうものになります。でここら辺をですねちょっと説明してしまうと時間が足りないんであれなんですが、まあ、とりあえず、この安全に出力するための、関数です。 ワードプレスのですね URL を安全に出力するための関数です。なのでもう、この get template directory URL を記述するときは、この一式をですね記述するっていうことをちょっと、覚えてください、はい、はい、ここまでで、まだわからない、できてない方いらっしゃいますか。では次に進みます。次に進むといっても、このインデックス .php ファイルにはまだ、画像を出力するイメージタグが複数あるので、そこに同様の記述をしていきます。とりあえずこの今書いたですね PHP の開始タグから終了タグまでを選択してコピーしてください、はい、コピーした後、ファイルの76行目ですね、エントリー・コンテントクラスの div の中のサムネイルクラスの中のイメージタグですね。でこちらも、点々を削除して先ほどの、get template directory URI の、PHP開始タグから終了タグまで貼り付けてください、はい、でこの PHP の終了タグの後ろにはですね必ずスラッシュが入るようにしてください。この
ゲットテンプレートディレクトリ URI という関数では最後にスラッシュがつかない形で出力されます。で次に、また108行目ですねのイメージタグも点々を削除して貼り付けます。まあ、とりあえずこの PHP の index.php ファイル内のイメージタグすべて、変更する形になりますので、はい、そして次は185行目、185行目にも、イメージタグがありますので、それを点々をまた削除して貼り付けていきます。そして204行目の、フッターロゴクラスの中にも、イメージタグがあります、はい、とりあえずそうですね、すべてのイメージタグをこの形式で、上書きしてください、変更してください。まあ、もうエディターに慣れてらっしゃる方はそうですね、まあ一括置換みたいな方法で選択してすべて、変更するっていう方法でも構わないです。はい、ここまでで、作業がまだという方は手を挙げてみてください。あ、はい、もう完了した方はそうですね、一旦、トップページを開いてみるとこのように画像が表示されているかと思います。
では、そうですね。どうしようか。はい、次に、サイト内リンクをちょっと置き換えてみます。はい、サイト内リンクを出力させるときにはホームアンダーバー URL というテンプレートタグを使用します。このホームアンダーバー URL というテンプレートタグでは管理画面の一般設定のサイトアドレス括弧 URL の値に入力されている値を出力します。はい、そうですね。ちょっと時間もないので、index.php のヘッダー -logo という中の、A タグを書き換えてみます。ではまたちょっと index.php を開いていただいて。16行目ですかね。16行目付近ですね。そして href 属性の中に、点々スラッシュインデックスと html と入力指定してあるかと思いますが、その指定をとりあえず削除します。そしてまた PHP の開始タグと閉じタグを入力してください。次に先ほどと同じようにエコー ECHO スペースと入力します。そして今度もまた同じように ESC アンダーバー URL丸括弧同時と入力します。そしてさらにその中に、ホームアンダーバー URL home アンダーバー URL、丸括弧同時と入力します。そして最後にこのホームアンダーバー URL の括弧の中にですね、シングルクオート2つ、さらにその間にスラッシュを入力してください。基本的にこういう URL を出力する際、エコーを使ってですね、っていった場合には、必ずこの ESC アンダーバー URL という関数を使って、出力させた方がより安全です。ここまでまだできてない方は、はい、次に進めます。で本当は、このサイト内のですね、他の URL 部分も、置換しますが、ちょっと、時間がないので、飛ばします。で保存した後に、実際のサイトを見てます。で今記述したのはこの
一番上のロゴ部分ですねのリンク、あ、A タグを、A タグの href 属性を置換しましたので、ここをクリックしてみるときちんとトップページに来ることがわかるかと思います。そしてその、ホームアンダーバー URL で出力するときなんですけれども、そのとき出力される値っていうのが最後にこのスラッシュがない状態で出力されるので、先ほど指定したみたいにこのホームアンダーバー URL の中に、スラッシュとシングルコートのスラッシュシングルコートというふうに指定することで最後にスラッシュがついた状態で出力されます。そして次に CSS ファイルのパスを出力するという作業に移ります。で今回はもう、この WPエンキュースタイルというテンプタグで、記述します。でこれもちょっと複雑なんですけれども、じゃちょっと、はい、丁寧にやっていきます。まずインデックス .php を、開いていただいて、現在そのスタイル .css のが呼び出されているリンクタグですね、もうちょっと1回削除しましょう。7行目ですね。そして削除した後また、PHP の開始タグと閉じタグを入力します。その後に、WP アンダーバー NQ、ENQUEUE ですね。僕もなんかたまに打ってるときわけわかんなくなるんですけど、上上って覚えてますね。でアンダーバー、スタイルですね。 STYLEそして最後に、丸括弧丸括弧閉じといういつもの形を入力して、でここでちょっと一回開業エンター押して2回押してみてください。この形ですね。間に1行挟んだ状態で記述します。でまあそうですね、ここのスペースインデントを揃えるとかは別いいんですけれども、まず、シングルクォートシングルクォートして、ベース base-style と入力してください。でその後に今度はカンマを打ちます。初めて使いますねカンマ、はい、そしてまた開業です。そして、次は、またですね ESC アンダーバー URL カッコと入力します。正直ベーススタイルっていうのは何でもいいですもん。そしてその中に今度はですね、
getGET_GET_style_style_sheet STYLESHEET ですね。getStyleSheet_URI と。そして最後にまた丸括弧閉じを入力します。でこの getStyleSheetURL というテンプレートタグが、このスタイルシートをですね、スタイルシートまでの URL を取得するテンプレートタグになります。そしてまた最後にカンマを入力してください。そしてまた、開業を打ちます。ここはもういいかな。いや。そして次に、アーレイと入力します。ARRAY で丸括弧閉じです。そしてその後にまたカンマを打ちます。そしてまた開業を打って、次にシングルクォートを2つ打ちます。その中に今度は 1.0 と入力してください。そしてまた最後にカンマを打ちます。そして最後に、また改行しまして、シングルクォートを2つ打ちます。その中に今度はオールと入力してください。ALL ですね。はい、ちょっと長かったですが。この状態で保存してみてください。ちょっと長いので、あれなんですけども、はい、ここまででまだ、ちょっとストップしているという方いらっしゃいましたら手を挙げてみてください。はい、大丈夫なようなの で、はい、でこの状態で保存しまして、一回トップページを開いてみましょう。すると浸透ですね、スタイルシートが適用された状態で表示されるかと思います。表示されましたかね。で実際に、ソースコードを開いてみてどういう記述になっているかと言いますと、この部分ですね。でこの ID
に先ほどの1個目に指定したベーススタイルっていうですねものが提供されているかと思います。そしてこの HREF 属性にここですね、ここに2つ目に指定したスタイルシートまでの URL っていうものが出力されています。ここですね。で3つ目なんですけれども、これはですね例えばこのスタイルシートの順番を変えたいときとかですねっていったときに、そうですね、本当スタイルシートってこういうふうに、いくつも、出力させたい場合があると思うんですけれども、ここに指定したベーススタイルという ID をここの、アーレイというですね中に指定することによって、この指定した後に、出力されるような形になります。そしてこの4行目の 1.0 というのは、この最後にですね、バージョンイコール 1.0 というふうな出力が出ているかと思いますが、そのスタイルシートのバージョンを、指定することができます。で最後に、all と指定したのは、このスタイルシートのメディア属性ですねを指定することができます。なのでここが、例えば、プリントといったふうに指定するとこのページを印刷するときだけに適用される CSS といったふうに使い分けることができます。はい、ここに書いてありますね。でこれで、テンプレートタグを埋め込むという作業、テンプレートタグでサイト情報を出力するという作業は完了です。でまあ、ポイントとしまして、ワードプレステーマには WP アンダーバーヘッドと WP アンダーバーフッタータグを必ず記述する、ブログインフォランゲージアトリビューツボディアンダーバークラスタグでサイトの情報や言語属性を出力する、ゲットアンダーバーテンプレートディレクトリアンダーバー URI タグで使用中テーマへのパスを、ホームアンダーバー URL タグでサイトアドレスを出力する、 CSS のパスの出力にはゲットスタイルシート URL URI と WP エンキュースタイルタグを使用するといったところです。でなぜ、本来であればですねこのリンクタグの href 属性のところにこのゲットスタイルシート URIはい、という、PHP のワードプレスのテンプレートタグを記述するとちゃんと適用はされるんですけれども、そうするとですねそのプラグインで例えばそのワードプレスで使用されているスタイルシートをまとめて、圧縮して高速化するみたいなプラグインがあったとして、このリンクタグに直接書き出すやり方だとそれが適用されずにこのまま出力されてしまいます。なのでこの WP エンキュースタイルというタグできちんと、ワードプレスに対してこのスタイルシートを登録するということが、推奨されています。
ここまでで何かわからない方って大丈夫ですかね。はい、ちょっと時間があれですね。どうしましょう。いきますか。はい、はい、では、次に、レッスン13に移るでループで投稿データを表示するということをやってみます。で、まあ、前回もですね、ワードベンチでそのループのことをやったと思うんですけれども、ループ処理というのはですね、そのこの今表示されているところでいう、ここの新メニュー生チョコのタルトっていうですね記事が一つあって、その下に本日リニューアルオープンという記事が一つあると思うんですけれども、そうですね、この複数の記事をワードプレスで出力するために行う処理となります。この一つ一つの記事ですが、そのワードプレスのループを使って出力することで動的に複数の記事を出力させるというものになります。そしてその1ページにする表示する最大投稿数というものは管理画面から指定することができます。設定のですね、設定の表示設定といったところに1ページに表示する最大投稿数ということで指定することができるので、なんか変な処理をしていなければここの値が適用されます。そのまま、まあ、今回は何も変更しないでもらって大丈夫、いただいて大丈夫です。で、ワードプレスループの基本構造ということで、ですね、ちょっと PHP 触ったことがないという方には難しいかもしれないんですけれども、基本的にこの形式ですね、if have underbar post while have underbar post して、その the post というテンプレートダグを使用して、end while else end ifっていったふうに、記述します。まあ、最初は正直僕もそのコピペでこの処理を書いてました。で、PHP の知識があったらですね、その問題なくスラスラと書けると思うんですけれども、基本的にこの、while という処理とその下の the post っていうテンプレートダグのと end while っていうですね、間にその一つの記事のデータを記述します。で、if カッコ have アンダーバーポストといったものは、その if 文というですね、使った条件分岐の開始ですということで、そうですね、まあ、ちょっとここら辺はもうこういうものだと覚えてください。そうですね、まあ、本の方にはですね、ちゃんと、PHP のことも書いてあるので、で、まあ、この表を
見るとちょっと分かりやすいかなと思うんですけれども、この if have アンダーバーポストっていう処理で、このページで表示させる記事はあるのかっていうところを判断します。そして、あるという判断になったときに、次はこのファイル、括弧ハブアンダーバーポストという処理で、その記事がある分だけ繰り返すという処理を行います。そして、このザアンダーバーポストという関数でその表示させる記事のデータをですね、タイトルとか ID だとか日付っていうものを、セットしますっていう処理の仕方になっています。でこれの処理、投稿がある分だけ繰り返すというループですね、ループさせるという処理になっています。はい、では、投稿データを出力してみる、見ましょう。実習です。それでは、index.php ファイルをまた開いてみてください。でするとですね、70行目付近ですね、に、1記事目開始というですね、HTML のコメントがあると思います。でここから、この1記事目終了という、HTML のコメントの間がですね、その1記事分の HTML となっています。なので画面上で言うとここですね、ここの部分の HTML が、今説明したところです。でループさせますの、ループさせてそのタイトルですとか本文っていうのは動的に出力させるので、基本的に HTML は1セットあれば十分です。なのでちょっと2記事目をこの2記事目開始というですね HTML のコメントから、今度は2記事目終了というですね、コメントですねまでを削除してください。1記事目は残しておいてください。ではループをどこに記述するかといいますと、この1記事分の HTML を挟むような形でループを記述するようなイメージです。まずこの1記事目開始というですね、HTML コメントの上にまた PHP の開始タグと終了タグを入力してください。そして、if if 丸括弧、have haveアンダーバーポスト、POSTS、そして、丸括弧丸括弧閉じ、そして最後に、丸括弧閉じですね。ここはついに if の後の括弧と最後の
括弧閉じは数になってますので、そうですね、忘れないようにしてください。そして、最後にコロンを入力します。この形ですね。次に、また一つ改良しまして、今書いた if 文の下に PHP の開始タグと終了タグを入力してください。そしてその中に、今度はファイルですね。WHILE。その後に、丸括弧丸括弧閉じを入力します。さらにそのファイルの括弧の中に、上と同じハブポスツカッコカッコ閉じを入力して、最後にまたコロンを入力してください。ここですね。ここまで、進めれてない方、手を挙げてみてください。はい、もし投稿があったら、その投稿の数だけ繰り返すという処理になります。では、そうですね、次に今度は、1記事目終了の、あ、そうですね、すみません。さらにその下に改行を開けて、また PHP の開始タグと終了タグを入力します。その中に、ザthe アンダーバーポスト、はい、あ、すいません。ザアンダーバーポスト、あ、そうか。どうしよう。ですね、先ほど書いた、この while の最後の PHP の閉じタグ
の前で一回開業してください。すいません。で、そこに、ザ・ THE アンダーバーポスト括弧括弧閉じセミコロンというふうに入力します。この産業ですね。はい、では次に進みたいと思います。はい、次は、1記事目終了というHTML のコメントを探してください。ここですね。で、そこの下に、また PHP の開始タグと閉じタグ。その中にエンドワイルと入力します。 END エンドそして、ワイル WHILE ですね。そして最後にセミコロンを打ちます。でこれが何かっていうと、その最初に while have post という処理をしましたが、そのあれは何ポストが投稿があるだけ繰り返すという処理でしたが、それの終了を示すための文章です。なので、ここからここまでを繰り返すという意味になります。またこのエンドワイルというですね、記述を忘れてしまうと、そのどこまで繰り返せばいいのか分からなくなってエラーが起きますので注意してください。はい、ここまでできましたか。次に、今度は少し飛びまして、このページネーション終了ですねという HTML コメントの下に記述をしていきます。115行目あたりのコメントですね。また PHP の開始タグと閉じタグを入力して、次は、else ELSE と入力して、最後にまた、またというかコロンを入力してください。そしてその下に、また開業しまして、PHP の開始タグと閉じタグを入力し、end if endif と入力し、最後にセミコロンを入力してください。
できましたか。これはですね、最初に if have post で、投稿があるかどうかっていうものを、条件として指定したと思いますが、else で、なかったときという意味になります。そして、最後の endif で、条件分岐を終了ということになります。なのでこの else と endif の間に、そうですね、記述すると、記事がなかったときにこの else から endif の間までの、記述が出力されることになります。またこれは、そうですね、ではこの記事がなかった時の場合の、記述をしてみましょう。p タグで、ここは文章は何でもいいんですけれども、まだ記事はありませんみたいな。いうふうな形で、出力させると親切ですね。はい、まだできてない方は、はい、次に移ります。次はですね、今その、ループを使用し、ループを記述したので、記事があるだけ繰り返される、ちゃんと表示されるんですけれども、まだこのタイトル、メニュー、タイトルとかですね、投稿のタイトルとか日付、本文とかっていうものは、そのまま表示されてしまいます。同じものが複数表示されちゃいますので、ここを動的に変更させるために、テンプレートタグを記述していきます。ループ内で使用する主なテンプレートタグということで、ここにいくつか挙げてでありますが、ほとんどですね、ザという接頭語がつきます。ザ・アンダーバータイトル、ザ・アンダーバーコンテント、ザ・アンダーバーエクサープトといったふうにですね、では実際に、記述をしていってみましょう。そうですね、まずこの、アーティクル ID イコールポスト -1 というふうになってますけれども、ね、ID は普通同じものが HTML 上に2つあったらいけませんよね。このままだとポスト -1 というものが複数出力されてしまいますので、この1という部分を変更してみます。PHP のか、PHP の開始タグと閉じタグを入力して、その間に、the アンダーバーID カッコカッコ閉じで、この ID は大文字で指定してください、記述してください。はい、で次に、今度はその記事の詳細ページへのリンクを動的にテンプレートタグを使って出力させます。このエントリー-タイトルという見出しタグのですね、中の
A タグの HREF 属性を削除して、また PHP の開始タグと終了タグを記述します。でその中に今度は the the アンダーバーパーマリンクですね、 PERMA パーマ LINK で丸括弧丸括弧閉じと入力します。PERMA ですね。はい、次に、今度は記事のタイトルを動的に出力されるためにテンプレートタグを記述します。今記述したパーマ、ザ・パーマリンクの右側に新メニュー生チョコのタルトという文字列があると思いますが、それを一旦削除して、また PHP の開始タグと閉じタグを入力してください。その中に、the the アンダーバー、タイトルですね、 title カッコカッコ閉じと入力します。次に今度は日付ですね。日付を、テンプレートタグで記述します。このスパンクラスデートの、タイムタグですね。の中に、2015年3月2日と記述されているのも一旦削除して、また PHP の開始タグと閉じタグを入力します。そして今度はその中に、the the アンダーバータイムですね、 time the time the アンダーバータイムと入力して、今度はその中にまた、記述します。シングルクォートを2つ2回入力して、その中に、大文字の Y、 そして日本語で年で小文字の M、 そして、月、日本語の月ですね、12月1月とかの月ですね、そして小文字の D、そして、日本語で日と入力してください。Y 年 M 月 D 日っていうふうな記述になるかと思います。これが何を示すかって言いますと、ちょっと長くなるんですが、Y が、西暦2015年
で、M が、何月か何月かっていうことを取得してきて、この D 小文字の D というのが、何時あ何日っていうものに、置換されて出力されてきます。でこれはその投稿が投稿された日付が出力されます。そしてちょっともう時間も迫ってるんで、最後に、コンテンツですね、本文のところを、テンプレートタグでやってみます。このエントリー -content っていうクラスの中身を一旦削除してください。もうサムネイルタグサムネイルクラスの div も、一旦削除します。その中にまた PHP の開始タグと閉じタグを入力し、the the content content ですね。そしてカッコカッコ閉じ、でまあそうですね、そのザ・コンテンツの中にシングルコード2つ打って、その間に、詳細を見るというふうに記述してみましょう。まあ、ここは何でももう大丈夫です。本来であれば、タグの出力ですとかカテゴリーの出力といった部分も、それぞれザカテゴリーとかですねテンプレートタグが用意されているんですけれども、時間がちょっとないので割愛します。でこの状態で、まあ、まだ皆さん記事作ってない場合が、はい、このように、記事がですね、ループされて、タイトル、そしてコンテンツで投稿された日付といった具合に出力されていることが分かります。一応もう、リンク先もきちんとその記事の詳細ページにつながっていますので、そうですね、一応これでブログの構築として完了と、まあ不完全なんですけれども、そうですね、まだもうちょっと本格的なサイトを構築してみたいなっていう方はぜひ本を購入してみてください。あくまでも今回はそうですね、まあ、皆さんを釣るためのなんか不出来なものを構築するして興味を持ってもらおうみたいな感じなんで、まあ本の中ではですね、もっとそのカスタム投稿タイプを作って、でメニューをですね、メニュー一覧を作ったりですとか、あとカスタムフィールドを使ってその投稿記事を作ったりですとか、プラグインを利用して、お問い合わせフォームや、パンクズナビゲーションをつけたりですね、そういったところまでやっておりますので、ぜひ、そうですね、興味あられるか、興味持った方は購入をお考えください。すみません、今日はありがとうございました。はい、結構時間か。どうしても起こして部屋自体は部屋自体は15分に片付けをしてる。
まあ、続きは本を買ってくださいってことと、別にまた別タブに1円も入りませんけど、買ってくださいってこと、あとアンケート、今日ちょっとあんまり時間が多分ないと思うんで、書いてもらったら書いてみたいと思いませんけども、ウェブで、Google フォームで書いてもらえるようになってるんで、火曜日までちょっとアンケートしますので、ぜひ書いてください。はい、とりあえず本を貸し出した人は一旦返してください。はい、この上で何冊？ケイさんも1冊、私1冊持ってきた。じゃあ、2冊、はい、2冊プレゼントしますので。